セル神戸は24日、主将の MF アンドレス・イニエスタ、38、が家庭の事情により、スペインに一時帰国したことを発表した。3月上旬に再来日する予定、関係者によると、スペインに戻っているアンナ夫人が第5子を妊娠していることが理由といい、クラブ側も状況を理解して送り出したという、来日6年目になるイニエスタは今季、コンディション不良で出遅れており、18日のアビスパ福岡との開幕戦はベンチ外だった。今季の初出場は当面、先送りされることになった。